どんどんいらっしゃい、リリーいらっしゃい、キャンディーいらっしゃい、クリアいらっしゃい、チータいらっしゃい、マナいらっしゃい、リエちゃんいらっしゃい、ハツピーいらっしゃい、ロナいらっしゃい、あ、超激アップだった、お茶碗いらっしゃい、ティアーズいらっしゃい、ポロンいらっしゃい、ニャーいらっしゃい、アーちゃんいらっしゃい、タツいらっしゃい、ヌービー、ボギー、ヤコ、ミリリーいらっしゃい、リリーいらっしゃい、お寿司ちゃんいらっしゃい、ギャグラじゃねえよさすがに、大ちゃんパチンカス、グローブ隊いらっしゃい、ヒヨリンいらっしゃい、ピロセいらっしゃい、ミリーいらっしゃい、体調は悪いよ相変わらず、平野いらっしゃい、マティアスのマカロニサラダいらっしゃい、誰ねえ、誰とはキーいらっしゃい、ケイいらっしゃい、ウニいらっしゃい、イケメン、マジでライチいらっしゃい、ニャーいらっしゃい、ウィーいらっしゃい、ウィーいらっしゃい、ケンジャ君いらっしゃい、ピーマンいらっしゃい、キーウィーいらっしゃい、天使天矢いらっしゃい、ミラーいらっしゃい、アールいらっしゃい、グロブタいらっしゃい、ナルトいらっしゃい、ハイチいらっしゃい、あ、生えた、ゆっくりしたね、シーちゃん、あくび、ウータンやで、ケイいらっしゃい、ミカいらっしゃい、フェルミナいらっしゃい、ちょ、この、あ、来た人乗って書いてください、お願いしますね、セイキいらっしゃい、あ、レースいらっしゃい、アートいらっしゃい、アートいらっしゃい、キャンデリア、ホギリ、ウディリ、マシカリア、バンガ、右いらっしゃい、アリいらっしゃい、フェルミナいらっしゃい、リンゴちゃんいらっしゃい、丸ごと一緒に帰るし、頭にじゃプーさん、エネメでしたい、ミコから前さん、パパさんいらっしゃい、おすしちゃんいらっしゃい、アートいらっしゃい、エムちゃんです、イン、リエちゃん、アートアン、ロナ、チハル、やったね、お姉ちゃん、アール、ショウちゃん、イー、モエ、クロコダイル、アクビ、リリー、アート、メルメン、ヒナノ、エルミス、イネマス、イネ、カレン、キー、アヤメン、ナナ、ボギー、ギー、コビト、アートいらっしゃい、ラジオキャンメーター、アータン、ウィー、ライチ、ラコウ、チハル、なんか同じ人ばっかコメントしてねえか、エルメスいらっしゃい、アイミン、アオちゃん丸いらっしゃい、リカちゃん、本日のゲマロンいらっしゃい、ボギーいらっしゃい、ロナいらっしゃい、ゾンビコウモンいらっしゃい、ユーちゃんいらっしゃい、リンゴインのシュプリームいらっしゃい、オトメいらっしゃい、マロンいらっしゃい、マーポン、ポー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 コムいらっしゃい、本日のゲストいらっしゃい、マッツンいらっしゃい、クリいらっしゃい、ゾンビコウモンいらっしゃい、アマオジいらっしゃい、アイミンいらっしゃい、ヒヨピオタいらっしゃい、マティアスが、マティアスの口肛門が生理的に無理いらっしゃい、ヨッシーいらっしゃい、なんか同じ人じゃねえかこれ、結構コメントしてんの、ホイゲンジャ君いらっしゃい、
前足が割れたケツアゴいらっしゃい。時間飛行草いらっしゃい。ユートデラックスいらっしゃい。リエちゃんいらっしゃい。ロナいらっしゃい。呼ばれたくありません。うるせえお前は。あれいらっしゃい。セカちゃんいらっしゃい。ロナいらっしゃい。ラオいらっしゃい。レトライザーさんいらっしゃい。ギンいらっしゃい。アヤメいらっしゃい。カイツキしおりさんいらっしゃい。山田プレミアいらっしゃい。クロコダイルいらっしゃい。ドロンジョいらっしゃい。キウイいらっしゃい。サイいらっしゃい。フルエマルいらっしゃい。マティアさん口コモンなわからん。ウィーらしい、マロンらしい、ユーイらしい。ケンジャ君らしい。マヌケイらしい、アリエッティらしい、ポンズタラシュ、先あれケツアゴンらしい。なんつう名前それ。なんだよそんな名前。アートいらっしゃい、アサミいらっしゃい。名前がちょっとなんか変な人多いよね。うち、顎見せろや。うるせえのね、顎なんか見せらないけんや。あれらしい、お前が変だからな。煮るってこと。お玉いらっしゃい、ピーマンいらっしゃい、匿名さんいらっしゃい。待ち構えてるよ。タカいらっしゃい。これアイコンのクオリティないですね。コインはまああるんじゃない。お茶枠、あ、お茶枠100ピーマンありがとうございます。プレ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 、はーん。そろそろ警察に職質されるんじゃない？最近とか言って、この辺でなんかクラクションがピーピービービー鳴ってるんですけど、知りませんかね？あ、僕です。キーさんお食事です。プレ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 、はーん。あくびお食事です。プレ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 、はーん。できるか。じゃあ、カセやっしゃい。いちいち外見るな。いや見るだろ普通に。言ってんの。今日はこちらです。なんかね、あの北海道でね、なんかまあ俺たまに北海道行くじゃないですか。でその時にね、なんか。あの北海道行った時になんかジンギスカンになるじゃん。ジンギスカンがあるんだけど、あのスープカレーっていうのもね有名らしいんだよ北海道で。スープカレー作ってみてんだよな俺。おつまみこれも直訳です。フレ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 、はーん。美味しくない？そうなの。こんにちは。いやだから大阪行った、あ、大阪じゃない、北海道行ったらほとんどジンギスカン食っていつも毎回スープカレー食うの忘れるんだよ。うん、本場のスープカレー食いたいけど、なんかね今食いたい。スープカレーが、スープカレーガチでうまい。マジ、いやなんかめっちゃ食いてんだよね今スープカレー。
女もスープカレーも食べたいですよ。やっちゃうお前。カレーはとろみが命。確かに。いやでもスープカレーの作り方が分かんないんだよ。スープカレーは大阪でも有名。マジ？シャバシャバなカレー。うん、だからシャバシャバなカレーでも全然いいんですけどね。スープカレーって時あのね、てかね、あとね、もう一個ね、あれそちゃばけくらっすフレ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 はーん、あれっす、あほうわ、首の隙をちゃばけくらっすフレ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 はーん、あ、チクった。カレーヌードル薄めはいけるじゃん。あ、そういう感じ。嫁が生姜とニンニクのみじん切りをしようって言うんやけど、やらなあかんか。お前やらんとはいけんね。嫁が言ってるなら、あとは好きな人が言ってるなら、好きじゃないのは選んでいいと思うよ。島根にスープカレー売れてる。いや、わ、知らん。千円くんは好きな人とか欲しいって言うけど、いや、てかいるでしょ実際。隠してるだけでしょ。意外ですよ。本当かよ。今日何する？気が過ぎ。本当かよ。お前カレー指で食うらしいな。いや食えるかよ。千円くんにはサちゃんがおるやん。いや、あのサちゃんはもう今好きな人いるからね。うん、残念ながら、うん、あそこ今三角関係になってるか。え、私のこと、いや、あなたおたまじゃん。もう寂しくないタヌキいらっしゃい。サちゃんの好きな人、いや違うね、うん、違う。あとですね、もう一個報告があるんですけどね、あの今度ね、まあ4月かな。発表しちゃうの。いや、ナゴって何？知らん。何か知らんけど。まあ4月の、まあ4月っすね。4月の上旬っすね。岡山でね、
岡山で、一日ホスト体験することになりました。配信つけてガチホストで、ホストの店で、いやマジでマジでマジで、一条アキラガチでやることになったわ。どんな感じかっていうと、多分だけど、まああんま聞いてない、しょっちゃくんの音、そうそうそう、そこのオーナーさんに聞いてもらったら、ぜひしていいらしく、配信つけていいらしく、ボックス席で、で、自分だけ映して、で、女の子は映さんようにして、で、自分だけあれ、映して、ね、ホスト、一日体験、配信。誰も来んやろ。まあ、誰も来んかったら、ま、それでしょうがないけど。誰も来んかったら、ま、そんなに給料もらえないけど。いや、だから服とかはどうすればいいって言ったら、店で借りるらしい。お前取れや。だってお前何も喋らんもん。電波が静着すぎて、そして。なんだ、ごいく。なんだ、君。コメントで偉そうに、お前取れやって言うけど、お前コラボで何も喋らんや、お前。あ、マティアスくん？はい。マティアスくん？何？何言ってんの、そんな見学しなの。いや、そこ前じゃん、パン屋の取れよっつって。ああ、まあまあ、ちょっとなんかそのあれ流れてたから誰なみたいな、うん、流れてたんで、うん、それでまあちょっとヘイト向けられたんで、やなご、それで、いや、昔から見てて、うん、ちなみに創価学会なんですよ、僕。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、昔から多分行きたくない、その学会みたいな行かされてるんですよね。あ、うん、多分、マティアス君、アキラ君もそうですか、うん、なんかその、なんか地区の会合みたいな、呼ばれないしね、行かされて。え、俺呼ばれないよ。じゃなくて、子供の頃に、なんかその地区の、なんか、親が勝手に、なんかその地区の、あれで行くみたいなんで、子供を連れて行くみたいなの、ありませんでした？あ、あったね。ありますよね。うん、でそれで、僕、その地域の、なんかちょっといかつい先輩にいじめられたことあって、うん、めちゃめちゃ嫌な記憶したことあるんですよね。あー、なるほどね。で、なんでだから なんで親がその創価学会でなんでこんな俺嫌な思いせなあかんかなと思った記憶があって。まあ、それはちなみに俺長男だけど、うん、えそれは分かんねえわ。分かんねえわ、うん、で、アキラ君そういうのなかったんですか？そういうの。いや、ないね、俺は。そういうのなかったんですか？そういうなんか、うん、え、そういう何で、そういうとこに連れて行かれた時に、うん、そういう嫌な思いしたとかはなかったんですか？いや、別に嫌な思いはしてない。アキラくんは何だ、まあ、そういうなんか、そういうアキラくん、アキラくんってあ、すいません、なんて言った、マティアスさん、すいません、ずっと見てて、すみません。いや、ないっすね。歳はちょっと、ああ、そう、ないっすか。その、勝手に自分共感得てたんですよ。創価学会っていうので。うん、で、マティアスさんも、やっぱその、長なんじゃないですか。う
で俺も長男で、うん、あのなんかそういうのでなんかそういう地域のなんかそういうあれに連れて行かれたりとかその新年とかありませんでした、うん、新年あったあったなんかね、うん、ゴン業界みたいなのありますよねあったあったあるある、うんですけどあの放送では配信で言ってないと思うんですけど、うん、あなんか共感できるなと思っててそれでまあまあそれでって言われたら別にないですけどいやあ学会のことは共感できるってことねあのそのそういうことですそのなんかその別に嫌じゃないんやけどあのまあなんで俺がみたいなとこってあるじゃないですか最初からなってたみたいな多分あ僕もあのその小学校からそういうなんかいろいろそういうとこにあの行かなあかんかったんですよね、うん、そういうなんかその学会のそういういやだからそれはもう仕方ないよだからそれはだってもう生まれだからその場で、うん、その場であのあのマテヤスさんは多分あのいじめられてないと思うんですよ俺いじめめっちゃいじめられてないんですよ創価学会だからって理由でいやじゃなくてその創価学会の子にですよだからその上の子にお、なんか目つけられて何の目をつけられて創価学会いやなんか単純にそいつが多分あの上の子であの普通に悪かったというかそのあの性格が悪かったというかなんかいじめっ子やっただけなんですか、うん、じゃあそれって創価学会っていうかそいつに問題あるんじゃない、うん、でもそういうとこに連れて行かれたみたいなのあるじゃないですかいやないけど俺はなんかそういういやなマディアさんないっすかそれないっすだからあの年末年始とか 年始の時甘酒とか飲むとかありましたよねまあ甘酒じゃないけどね紅茶となんかあのなんか何だったっけな紅茶とそういうの地域でちゃうことあ僕大阪なんですけど、うん、なんか大阪はそういうなんかみんなで吻行して、うん、あの甘酒飲むみたいなあそうなんだそれはないわうちは多分それ地方で違うんじゃない多分違うねで、あの、ちょっと待って、切らないでくださいよ。で、マティアスさんの、あの、放送好きで、うん、ずっと見てて、うん、どうやったら、そんな、あの、なれるんですか何が人気者に。いや、さっきの話何さっきの話、マジで無駄だったじゃん。いや、でもこれマジなんですよ。無駄じゃないですよ。いや、さっきの話、だってさっきの話でさ、だってさっきの、いや、ちょ、聞いて聞いて、さっきの話で創価学会で、なんか新年吻行とか会合とかに連れて行かれて、なんかその人、先輩にいじめられて、みたいな。いや、これ、そういう経験ないっすかからの、いや、どうやったら人気になりますかって意味がわかんねえ。飛びすぎじゃないっすよ、話。それは、意味がわからないじゃんけど、それは、あの、前置きで、あの、俺、あの、なりたくて、前置きなの？誰ですか？前置きなんです。いや、で、ただ、マティアスさんにこう投げやすさんじゃねえんだこれなんで投げやすさんってえマティアスさんって言ってるじゃないですか本当に今投げやすさんって言われたけどなんでそんえマティアスそんな怖い人じゃないですよねいや全然怖くないよいや君の今のやってることの方がよっぽど怖いよいやだからじゃあ俺別にそんな別に怖いこと言ってないじゃないですか今トツ上がってマティアスさんがトツを上げてくれるっていうそのまああのその上げてもいいっていう枠をやってたから俺は今自分で リクエストしてでしかも最初の時も俺喋りたかったんですけどちょっとなんか電波が悪くて喋れなかっただけなんですよ、うん、そうなので、あのなんかそうやってあのおちょくったとかじゃないいや分かったそれはいいんだよいいんだよそれはどうでもいいんだけどでそっから要点をもうまとめてで、あのそのまあ自分もその創価学会員で、うん、あのマスターさんを見てて、うん、あのすごい共感できるとこがあって、あの
自分の親もなんかにちょっと似てて、ああはいはいはい、あのまずその似ててちょっとその性格が似ててとかじゃないんですけど、あのなんかあの創価学会で基本似てますよね多分、まあ、それは違うと思うけどね、まあ、学会の親がなんか全部イカルトみたいな感じになるけど、それはありえない、いやじゃなくてそうじゃないですけど、そうじゃないですけど、そのそうイカルトさんが全部じゃな、別にそれはしかも悪いとか言ってるわけじゃなくて、うん、悪いわけじゃないじゃないですか、もちろん。それででも、うん、でどうやったらあのそんな人気になれるんですか。いや人気になれるか、人気になれるっていうか僕の場合多分あなたとまずカテゴリー違うから、うん、どういうことですか。俺も一緒なんですけど。あなたも家族配信なんですか。いやそれ家族配信というか多分沼ってるんですけど、あそれだけじゃ無理です。家族配信しないと、まあ、家族配信しても人気出るか分かんないですね。親に個性がないと、そして。あ、でもしかもそれも、あの。いや、サポーター一人なの、君。いや、俺はその、あこれちょっと伝わってすみません。リスナーより少ねえやないかい、サポーター一人って。あじゃあ、配信したことねえだろ、本当は。だからこれからっす。だからこれあの今とりあえずリスナー専門でずっとやってて15年ぐらいやってて、いやいやニコ生から見てるんですけど、うん、じゃああれじゃん、だまだ配信してないでしょ、これからないでしょ、だから人気になるも何もやってからじゃない、それは。だからそれで俺尊敬してるのがマティアスさんです。そうなんすか、見たことないけどね、コメラね。基本何ロム線だったの。ああロム線っすね。ああ15年ロム線しました。すみません、15年も配信してねえけど。あ、賢者ご紹介です。フェ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 。あの、まあ、15年というか、マティアスさんのやつはもう5年ぐらいロム戦しましたね。人気出てから。うん、で、そのマティアスさんも、例えば最初の、 あの配信時とかって、あの、ちょっと恥ずかしそうにしてたじゃないですか。ああいうのってガチ。待って、俺の最初の配信知ってるの。いや最初の方のそのとつまち的なカラオケみたいな、そういうことですよ。見てました見てました、あの完全に顔をなんか出してないような時。あ、歌とつまちってこと。そうですそうです、その辺とか見てましたね。あのイケボ配信ですよ、ね、それ録画で見たわけじゃなくて。いやじゃないですね、最初から見てましたね。あのナーボーさんにトツ行った時とかもバリバリ見てましたし、そんなんないっすよね。ナーボーにトツ、いやしたことないけど。そういうのってあのあれにはないっすよね、うん、普通に、うん、だそれでその後ですけど、結局マティアスさんってその最初やってたじゃないですか、その家で普通に。で最初はちょっとカッコつけてたじゃないですか。あね、イケボ配信じゃないけど、あ、はいはいはい、しかもあの親にバレないようにやってたじゃないですか。あ、そうだね。でもその時言ったら多分マジでカスやったと思うんですよね。俺その時見てたんですけど、例えばあのナナちゃんとかで絡んだんですよ。あの、うん、あなたがあの藤沢ナナちゃんがまだ50人ぐらいの時に行ってて、50人かな、なんかめっちゃカスの時にマティアスさんがあのコメントしててとかいうのも俺見てるんですよ。やばくないですか。そうなの。俺結構知ってますよね。うん、あの藤沢奈々ちゃんがマジで100人も行ってない時ぐらいにマティアスさんがやってたりとか、うん、まあ、例えばですよ、あのゆうなくんとかにもやってたんですよね。ゆうなくんが8年9年ぐらい前の時にもコメントとかしてて、俺ゆうなくんもずっと見てて、ゆうなくんで実はあのニコ生もやってんすよね、あの人。あの人実は言ってないけど、ニコ生からずっと18、19ぐらいからやってて、20歳ぐらいからキャスやってるんですけど、うん、俺その辺からずっと見てるんですよ。あ、そうか。普通に、はい、あのニコ生からずっと俺見てる人なんですけど、うん、でとにかく面白いことを見てて。プレジャースープレ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 、まあ、ちょっと
今この枠やから、うん、この枠って何の枠なんですか、すいません。あ、いやいやいや、まあ、ちょっとこの話ですか、本当にいいですか。はい、あのだからそのマティアスさんをずっと見てて、マティアスさんもそういう あれそうそう、あのナナさん の枠に来てる時から見てて、コメントしてる時は見てて、分かったからそれは分かったから、いやいいよ、だから分かったから、それはで、すんで、どうなった、どうやったんですか、そのマディアスさん、おしゃくですね、フレ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 はーん、いやどうやったんですかって、何が適当にもうずっと放送してたら売れたんですか、そこを極意教えてください、なんで教えてくれるんですか。極意も何もって、俺は基本的にその時仕事してたから、普通に社債配信してただけだけどね。あ、もうその自分をもうそのまま出しただけですか。そうだね、ずっと社債だんだん増えてきたってこと。まあそうだね。でも結果もう自分を映してたら結局増えてきた。別に俺は何もしてないってことですか。それでいいんですよ、ね、俺一回だけだから深夜っちょに、だから俺一回だけ深夜っちょに何でもやっちょっての頼んで、でそれで売名しようかと思ったんだけど、前日にバンクなっちゃって、はい、何の売名にもならなかった。おしゃこじゃっすはーん、それぐらいだね、売名っつったら。うん、俺売名すること怖い。俺売名すること怖いことだ。でも俺見てて、まあまあその後にもうマティアスさんも、まあ、自分を確立して、その後やっちゃうじゃない、誰だ、あの千葉のあの人出た、ヤミ千葉県のあの、いやそうそう、ヤミーさん、ヤミーさんのとこに行ったじゃないですか。うん、あれでもなんかあのもう確固たるあのヤミーさんの、いやヤミーさんじゃないわ、マティアスさんの人気をなんか得たような気がしたんですけど、そこまではマティアスさんも、いやあれはだから基本的にもうあれはあの時は俺が引っ越しするみたいになってて、でなんかまあ島根から出て引っ越してみたいな、そしたらコメ欄で、それ、ね、ゲーじゃないですか、それゲーじゃないですか、いやゲーじゃなくて、いや本当その時、いや結局その時本当引っ越ししたんだよ、茨城行ったんだよ。だからそれ引っ越し芸じゃないですか、今もある、それゲーそれから何回引っ越しなんですか。ゲーなんでゲーなの、だってゲーっつって言ったらゲーだったら引っ越ししてなくない。うまいね、やっぱりさすがやな、プロの配信者ってこういう風に言うんやな、これ学ばない、こういうとこっすよね、これを学ばなきゃ。いや引っ越し芸もこれを引っ越ししてるじゃん、やってないと思いながら、あのいやまあ別に何どうでもいいんだけど、もういいかな別に、はいはい、あちょっとお願いします、もうちょっとお願いします。でそのそこであのいやもうちょっと意味が分かんない、あのだからその千葉の人誰です、あの細いともやしみたいな人誰です、おしゃこじゃです、千葉のちょっと名前ってます、はーす、誰やったっすか、あのちょ名前が出て、あ、ヤミーさん、ヤミーさん、ヤミーさんのとこ行って、うん、あのだからマティアスさんってもう確立したみたいなイメージあるんですけど、俺ずっと見てたから分かるんですけど、それまでってやっぱちょっと閲覧も、まあ、500とか200、300で、ふわっち行ってなんかとかやってて、でもそのヤミーさんの凸行った時にもう確立されたと思うんですよね、うん、で俺思ったのがやっぱ人間性やとったと思うんですよ。ほう、やっぱマティアスなんて何かって人当たりいいじゃないですか、その直接こうやって今ジャイアンみたいな、僕に対してもジャイアンみたいなあの感じなんですけど、直接多分喋ったらなんかそれなりに多分いい人で、で多分そういうことですよね、それ計算通りなんですよね計算してんすかマティアスさん。いやまあどっちでもいいかな、いやしてないけど、俺がここでしてないって言っても計算してるでしょって言うでしょどうせ。いやでも俺はしてないと思って、でもあなたは多分計算してると思ってるから、まあそれでもいいよっていう感じで、これで千何による1700によるこの全部あれを、そういうことっすよね。うん、それでさあ、お直です。フェ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 。だから、その、マティアスさん、最初、その、多分マティアスさんも、その、あの手こうであったと思うんですけど、ヤミーさんのとこ行った後に、あ、これも1000人、あの、平均で集まるようになったじゃないですか。
さっきからさ、君さ、なんか閲覧の話しかしてないけど、はい、どうしたの？え、なんですか？さっきでも追加する閲覧。さっきから全部閲覧の話なんだけど。もう違いますよ。あの、マティアスさんは、あの、昔から見てるから、その、上昇が、あの、はい、やっぱリスペクトに値するから言ってるんですよね。俺、あの、マティアスさんの50の時が見てて、え、めっちゃかっこいいのに、でもなんでマスクしてんやろと思ってたんですよ。ほう、あの、コロナでもないのになって、コロナなんでマスクしてんやろかっこいいのにと思ってて、いや、そういう時から俺見てて、そのイケバ配信からずっと見てて、長期です見てたんですよ。ちょっとしてください、ちゃんと話してください。いや、ちょっと、いや、だから、いや、あの、もういいかな。なんかもう、なんかその話どうでもよくなってきた。マジでどうでもよくなってきた。なんでそう言うんですか。だから、その、なんか、自分の中でこう持ってきたっていうのは、なんかあるんですか、そういう。いや、特にないっすね。うん、だから、そう、ヤミーさんのとこに行った時に手応えあったとか、ここで、あの、4桁、初めて、あ、もうこれキープできたぞみたいな、絶対あるでしょ。俺だってそもそも昔俺1000人だったら配信来てたからね。お酒です。フレ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 。怖くて、あ、よく言ってましたよね。じゃあ今やったらもういいんや。今やったら今はもう慣れたからね。最初は慣れ、最初は慣れてなくて、合わせて4000人来ても何も動じない男になったんすね。あ、今は全然大丈夫。お酒です。フレ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 。それってなんなんすか。もうそれってなんなんすか。慣れ。俺は人気者ってことですか。慣れ。俺はこれぐらいで当たり前。うん、誰も、うん、ってことですか。うん、うん、いや、これくらい来て当たり前だったら今来てるよね、すでに。じゃなくて、そのあのイカルドとあの平八を含めて、あのワンチャがやった時は、まあ、来て当たり前よ ねってことです。いや、だから、そう、なんだろうな、なんか、まあ、あと配信するのか知らないですけど、ちょっと、宣伝してもらっていいですか、俺、今からやるんで。いや、嫌です。配信するのか、ね、あの、しないのか知らないですけど、はい、多分、君は配信しても、多分、ずーっと閲覧の話してる。うん、で、閲覧が1とかあったとしたら、おうおうおう、え、なんで俺こんなに面白いのに人来ねえんだよとか言ってずっと愚痴るタイプでしょ。おー、なるほど。興味ね、興味ね。多分そういうタイプだから、結構読みたいですよ、多分、はい、君は多分配信してもずっとずっと、あの、どの配信しても多分人は来なくて、俺こんなに面白いのになんで人は来ねえんだろうっていうタイプだから、ね、まあ、まず、例えばどんなタイプですか？やってからでいいじゃないですか。自分で。例えばどういう、今おる配信でどんなタイプですか？知らねえよ。君の配信見たことないんだもん。でも話した感じわかるよ。じゃなくて、俺まだ配信したことないですよ。じゃあやめ配信しなきゃいいじゃん。しない方がいいっすか、俺。売れないっすか、俺。え？俺売れないっすか？知らねえよ。俺顔も見たことないし、どんな配信かも見たこともないんだもん。じゃあ俺売れたら、コラボしてくれます。絶対売れるんで。ほらほらほら、もうだから自分の中でもそう思ってるんでしょ。え、だから、これマティアスの枠しか言わないですよ。ただこの、でも、まあ、1800人のアホのリス、アホじゃない、あの、素晴らしいリスナー様が見てると思うんですけど、でもこのリスナーっていうのは、まあまあ俺大体分かってるんで、どういうリスナー層かっていうのは。まあでも、そう、なんだろうな、アホなリスナーって言うけどさ、もうなんか普通に、わかるよ、わかるけど、なんかその、なんかその、なんだろうな。あ、そういうのやった。そこ、首まで、俺だってそれね、コラボ上がってるけど、そう思ったことあるけど、首まで、そこからもう発しちゃって終わりなんだよね。ある程度、言っていいことと悪いことは自分の中でこう区別してもらえると。いや、仮に今度ね、なんか売れたらコラボしてほしいですとか言ってるところにリスナーに対して、もうなんか、あの、首からね、上出ちゃってるから、そこはよろしくないよね。
こんなゴミに、あの、何も持ってないやつにヘイトを向けるってすごいっすね。だからやっぱすごいっすわ、やっぱマディアスは。あ、そうなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとコラボしてもらっていいですか、また。俺がデビューして、はい、ちょっとでも。じゃあ、ふわっちで、はい、あの、200人とか集めたら、はい、コラボしてもらっていいですか。俺、この名前のままでやるんで。なんでふわっちなんですか。いや、ツイキャスはマジで自信ですね。いや、だって今、お金稼ぎたし。いや、だって、自分今、自信あるって言ってたじゃん。自信というか、その、お金を、ちょっと欲しい。うん、で、お金が欲しいためにコラボするの？あ、じゃなくて、お金はちょっとあの、やっぱちょっと、今、ちょっと人生的にちょっと、欲しくて。なんだ、イキリストって何？イキリストって人なの、この人。うん、まあまあ、ちょっとそうなんですけど、実は。まあ、イキリストの、まあまあ、イキリストとは、つれないですけど、イキリストします？知らないっすね。イキリストします。でもあのツイキャスでは、ああ確かあの新ネットの王子ってやってた。知りません？いや、まあ、聞いたことあるけど。とかにも。まあ分かったよ。とりあえずツイキャス やってからじゃない。でツイキャスはすいませんできません。あのそんな余力ないです。あのふわっち。いや、ふわっちはいいんですけど。ふわっちだったら、なんか別にふわっちの人とコラボすればよくない、はい、なんで俺ふわっちで俺とコラボの意味がわからん。だからなんです。だから俺は別にそのふわっちでのあの売名をしてるわけじゃなくて、マティアスさんに普通に創価学会のあの愚痴を聞いてほしかったんですよ。うん、まあでもマティアスさんの。いや、わかる。それはわかるんだけど、それはわかるんだけど、はい、創価学会の愚痴はもう聞いたし、はい、でもなんか最後人気になりたいって聞いてないじゃないっすか。何も聞いてくれないじゃないっすか。本当にこの人創価学会じゃないじゃない。そしてあ、もう無理です。あ、もうしつこいっすこの方。さすがにしつこいっすこの方。え、ツイコールやめました。もうこの人と返したら今日この人の枠になっちゃうから、うん、今日この人の枠になっちゃうから、この人で時間取りすぎたくねえんだよね。よし、行くか。いや、それなくても結構取ってあげた方だけどね、なんなら、うん、もうこの人で始まってこの人で終わりかけたわ。ねえ、メンバーシップ会員ありがとう。フレ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 。あんだけ時間使えばいいでしょ。だってあの人絶対エツアの話ばっかりでしょ、どうせ。ちょっと反応してきます。ちょっとあの魚屋さんで。
なんだこれ電波大丈夫？